平滑筋肉種 aka, lms は、平な目筋の悪性新生物である珍しい方の、ンであると呼ばれる。平な目筋細胞は、不随筋でできており、子宮、胃、腸、すべての血管の壁、皮膚を含む、体のほとんどの部分で見られる。そのため、平滑筋肉種は、チブサを含む、体のあらゆる場所に発生する、可能性があるが、最もよく見られるのは、 医、小腸、ご腹膜である、平滑筋肉腫は、比較的稀な癌の形状で、軟組織肉腫の5から10%がこれに当たる、平滑筋肉腫は、非常に予測しづらく、長期にわたって、休眠状態を維持し、何年も経ってから再発することがある。この癌は抵抗性のある癌である。つまり、化学療法や放射線療法にはそれほど感受性は、高くない。他の癌と同様に、 広く周辺部分も含め早期に、結果的に切除でき、腫瘍が小さくて転移していない場合、最も良い結果となる。子宮の平滑筋肉腫は、子宮の筋層にある、平な目筋から、皮膚の平滑筋肉腫は、皮膚中にある立ち毛筋から、胃腸の平滑筋肉腫は、消化管、または血管にある、平な目筋から生じる。その他で、最も発生が多い部位は、 後トバラブ末端、体幹や腹空の器官などで、これらは平滑筋肉腫は血管の筋層から発生しているようである。そのため、平滑筋肉腫は血管のある部位なら体中どこでも発生場所となりうる。一般的に腫瘍及びその周囲を可能な限り広く切除する外科的手術が治療方法として最も効果的で好ましいとされる。ただし、 手術で切除した周辺部が狭い主要であるかどうかはっきりしないといった場合、また主要細胞が残っているという状況においては、化学療法や放射線療法が明らかに生存において有利となることが示されている。平滑筋肉種は放射線治療や化学療法に対して抵抗性を持つ傾向がある。その程度は場合によって異なり、結果のばらつきは非常に大きいが、 状況の遺憾に関わらず、平らなめ筋肉種であると診断された患者はできるだけ、早く肉種の専門医の診察を受けるべきである。保管的な方法については、常に主治医と相談すべきである。なぜなら、治療効果の期待できないものを、特別な治療を装って、高額で売るビジネスが存在するほか、そうではないものでも物によっては、化学療法のような治療の効果を妨げることがある。 ためである、ありがとうございます。